おはようございます。おはようございます。やっぱね、カクテルの基本って言ったらジンなわけですよ。僕的にはカクテルイコールジンなんですよ。知らなかった。知らないでしょもう一番有名なカクテルって言ったらジントニックもしくはマーティーニなわけですよ。どっちもジンベースなわけです。ジンにフォーカスを当てたいと思います。簡単に作れるジンのカクテルってどんなあるねんっていうジンのカクテル特集です。やっていきましょう。簡単にできるところから、ジントニックはね、別に何入ってるのって言ったら多分ほとんどの人分かるでしょう。まあでもね、まあまあ一応ね、何が入ってるのって言ったらジンとトニックウォーター。今いい時代だよね、コンビニでもトニックウォーター売ってるもんね。昔はね、瓶のやつ酒屋さん行かなきゃ買えなかったから。でもあんま分かんないけどね、酒飲まない人からしたらトニックウォーターなんて。ああ、コンビニだったらカナダドライっていうジンジャーエールで有名なところが黄色いラベルで出して、多分割と売ってるかな。まあ今ジントニック作んないんだけど。そうなん。ジントニックはいいでしょ。ジントニック以外でポピュラーなとこって言ったら、実はね、ジンとオレンジジュース、オレンジブロッサムっていうカクテルがあるんですよ。もう早速作っちゃう。本当はただオレンジブロッサムってシェイクするカクテルなんですよね。であとシュガーシロップちょっと入れたり、まあそれはフレッシュジュースの場合なんだけど、まあ、全然ね、濃縮還元でいいから家で飲むから。我らが北海道民の味方、セコマート地域活性化大事。いかね、オレンジブロッサムロングスタイルですね。いただきます。あー、きれい。味わいとしては結構ね、お酒感強い。まあまあでも美味しい飲みやすいです。はいね、どこにでも売ってるやつだったら、まあグレープフルーツももちろん美味しいんだけど、グレープフルーツオレンジって言ったらちょっと芸がないんで、リンゴジュース、リンゴジュースでもいってみよう。ちょっと青いリキュールとか入れたら結構綺麗になって美味しいかな。見た目も華やかでね。いただきます。あ、いいね、ジンの香りとオレンジの甘みじゃない、リンゴの甘さが引き立ってね。名前はない。名前ないね。あるかもしれんけど知らん。ちょっと試しに、こういうちょっと白系のものって青を入れると結構映える。途端にトロピカルでこう色合いも良くなるけど、これだと下がすっげえ甘いからやっぱ混ぜてあげた方がいい。夏とかに。ああ、いいね、ミントとか飾ってね。家にミントあったら素敵だね。うん、この青いリキュールはオレンジの皮のリキュールなんで、ちょっとオレンジの風味もプラスされてよりちょっと飲みやすいかな。カフェ&バーヘイブン。早めいってみよう。3杯目どうしようかな。コンビニで簡単に買えるものってあるんだ。やっぱりジンジャーエール、コーラ、カルピス。カルピスね。カルピスやったことねえけど、どうだろう。なんでもありじゃない。まあないから却下。聞いた割にはもう決まってるよね。ライム絞ります。なかったら他のレモンでもまあぶっちゃけいいかな。ちょこっと入れてあげる。スーパーでライム買えたら唐揚げにのっかってるレモンみたいな感じで切ってあげて、絞ってこう皮のところをこうクリクリってやってあげると香りがついてほしくなる。ライムっていくらぐらいの？ライムはね、今高いよ。200円ぐらいする。200円とか200円以上するかもしれない。1個買ったらね、それなりに1回飲む分楽しめるから。ジンジャーエール、今回ペットボトルじゃなくてね、こう瓶っていうちょっと贅沢をして、まあ、全然ね、ペットボトルで作っても味ぶっちゃけ変わんないけど、皮の部分をねじってあげる。斜めで45度ポイントね。ここまで香ってきたもんでしょ。香りって大事なの。ジンバッグっていう感じですね。これは僕にとってある意味魂の酒ですね。人生初めて作ったカクテルだね。あれは中3の夏だった。いただきます。ダメじゃん。あ、そこはなんかうまいこと言ってました。ダメじゃん。いや、うまい、やっぱいいわ。カフェ&バーヘイブン。やったことないし、意外とこれだけこの仕事してて未だかって言われたことないけど、コーラもちょっとやってみようかな。せっかくだし。あ、でも美味しいんじゃないか。まあまあ家でやるときはね、こんなレモンとかね、ライムとかのステキ系をあるとより自宅で飲むのが華やかになりますよということで、レモン、ビッグコーラレモンでしょうということで、ジン、コール、いただきます。今一度今一度顔してるけど
頼まれない理由が分かった。それって好き好きで、まあ、好き好きよ結局。まあオレンジリンゴあとジンジャーエール鉄板だね。迷ったらもうジンジャーエールで割っとけばいい。中3の俺はそうだ、ひたすらジンとジンジャーエールだった。もうこれだけでもう青春は問題ない。決して未成年の飲酒を勧めてるわけではない大人になると苦い酒も飲まなきゃいけないってね、なんかで言ってたんで。いただきます。I hear them calling, where are you going? Straight to heaven. How are you gonna get there? Ride that chariot. Where are you going when you leave?